今日は電車も運休しそうだし、車で会社に行くよ。危ないんじゃない？この前の台風の時も大丈夫だったから心配ないよ。昼過ぎには帰る。台風8号は中心気圧910ヘクトパスカルの勢力を保ったまま、明日の未明から明け方にかけて愛知県、三重県に接近、上陸する見込みとなりました。暴風、高潮警報が先ほど発表され、予想される最大瞬間風速は愛知県、三重県で60メートルとなっており、一部の住宅が倒壊する恐れもあるほどの猛烈な風が吹く可能性があります。また線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、数時間後には暴風、高潮、波浪の特別警報に変わる可能性が高くなりました。うちは高潮、洪水が危ない。怖いよパパ。まだ今の警戒レベルと避難情報は、うちはどう？避難しなきゃダメかな？皆さんはここでどのような行動を取りますか？このまま家に留まり、2階で台風が過ぎるのを待つ在宅避難か、家にいると浸水の恐れがあるので立ち退き避難か。超大型で猛烈な台風8号は明日の未明から三重県南東沖に上陸し、その後北に進みます。なお名古屋港の満潮と高潮が最大になる時間が重なる恐れがあり、これまでに経験したことのない暴風、高波、大雨の恐れもあります。暗くなる前に、暴風が吹く前に避難を完了してください。あ、名古屋市からの避難情報だ。警戒レベル3の高齢者等避難が出てる。避難情報はテレビ、ラジオ、名古屋市のホームページ、SNS、緊急速報メール、地域の防災スピーカー、広報車などから知ることができます。高齢者等避難だから、僕たちはまだ大丈夫かな？お父さん、お昼には帰るって言ってたから、待とうか。うん、避難しなくて大丈夫かな？警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者や障害のある方、小さな子供がいる方など、避難に時間のかかる方は避難しましょう。外の状況はどんどん変わっていきますので、高齢者等以外の方も早めに準備し、自主的に避難することも重要です。明るいうちに一緒に避難しましょう。この辺りは昔から台風の被害はないから大丈夫だよ。これまで災害が発生したことがないという地域でも、先入観で判断してはいけません。皆さん避難されてますよ。今を逃すと危ないから、とにかく避難しましょう。さあ、一緒に。はい、ありがとうございます。今いる場所が安全を確保できない場合は、立ち退き避難が必要です。大雨や暴風で外に出られなくなる前に、特に土砂災害の恐れがある区域や家屋倒壊等氾濫想定区域にいる方は早めに避難しましょう。ここで避難する時の注意事項をお話ししましょう。避難する時の服装、長袖長ズボンのレインウェアを着て、手には手袋をはめます。長靴は中に水が入ると歩きにくくなるので、スニーカーを履きます。風で飛んでくるものから頭を保護するためにヘルメットを着用します。避難するときはなるべく何人か一緒に歩きます。